陽性者の数が増えて第7波の陰式ですね。これ PCR 検査コロナで死んだ人も、コロナ禍の経緯などもっと出たらあれですよ。 PCR 検査で陽性反応が出たら例えば自己死やってもコロナ禍としてカウントするというシステムが2020年からずっとあるんです。これは地方自治体に対して PCR 検査で陽性反応が出た人が死ねば死因を問わずにコロナ禍だから、これ日本で実際あったニュースですけれども、交通事故で救急搬送された人が病院で出血されるとか、事故が原因で死んでですね、その人が PCR 検査で陽性だったからコロナ死としてカウントされて、その件のコロナ死が1人増えましたとか言ってるんです。分かりやすく言うとですね、例えばあなたが事故に遭いますと、そして救急搬送されて病院に入るときに、その PCR 検査が陽性か陰性かで病床とかあるいは病室変わってくる、扱いが変わってくる、だから検査するわけです。でその時検査で陽性反応が出たら、その後ね、例えば事故が原因で出血多量とかで死んでも、その人はコロナ死としてカウントされると、こんなっていうのが出ていたりするわけです。そして体に装着させるわけで、もっと重症化したり、あるいは死んだりとか、そういうことをやってます。さらに言うと、コロナ重症の患者だって、その PCR 検査で陽性反応が出たら、コロナ重症化したら PCR 検査で陽性反応が出たら、それは重症患者として認定されてちゃんとされるわけです。だから全然当てになりません。そして東京駅構内を散歩は申し訳ないんですけれども、大阪府は意外と真面目にその数値でコロナ感染者が出ているのを発表している。
るよ。Thank you.